ちゃん、はい、回ってるんですよ。おはようございます。前回はですね、はい、400キロにも及ぶ新潟の旅、はい、ご苦労様でございました。いや、お疲れ様でした。というわけで菊ちゃん、はい、これね、前回持ってきた、いや本当に素敵なご家族でね、いや、あんな絵に描いたようなご家族あります、ね、本当にしかも思いをね、いろいろ聞いたからこそ、そうちょっと綺麗に仕上げたいなって気持ち。いや、ああいう地で、はい、ああいう家族の方しかいない世界であれば、はい、争い事なんかないんですよ。いや本当にそうかもしれないです、ね、はい、私は今日から、はい、ああいう人間になりますはい、というわけでね、菊ちゃん、はい、今回、はい、このね、七飯 SS、はい、まずね、はい、まあこれちょっと長期案件です、はい、正直。まあそうですね。はい、我が輩も、はい、忙しい男ですし。いや、我が輩急にデーモン買ったみたいな。この七飯 SS はね、はい、やっぱり、思い出深い車体の一台になってしまったんで、はい、私の単車人生の中の1ページになっちゃったわけですよ。はいはい、そんなバイクは、まあ、早々私、やはり、売ることはできませんので。そうですね。はい。とりあえず、はい、まあ、やることいっぱいあります。はい、いろいろあるんですけど、はい、やっぱりエンジンをね、はい、かけないと。あ、いいですね。菊ちゃん、やる気なくなるでしょ。はい、まあ、まずエンジンがかかるんだっていうのを確認できたら、そうです。やる気は一気に出るもんなんですよね。はい、で、私がやる気がそがれたことが一つあるんですよ。はい。マジでこの SS、はい、初っ端もうやる気が超なくなった。え、なんですか、キュちゃん、はい、なんでその黄色いタオル、あ、これ、はい、やってると思います。なんでですか。それ剥がしてください。剥がしちゃっていいですか。はい、はい、あ、はい、なんですか。それ、はい、ゆっくりハンドル切ってください。ああ、ああ、あ、なるほど、当たるんす。はいはい、私ここ、はい、いきなり当てちゃって。あ、そうなんです、ね、ここなんですけど、はい、ここなんですけど、はい、いきなり当て塗装が剥がれたんですよ。あ、本当だ。もうこのタンクめっちゃ綺麗なのに、はい、もうここが剥がれたことによりもう一気にやる気がなくなったんですよ、はい、あ、だからこれつけてたんですね。はい、そうです。もう一回つけておきましょう。はい、というわけで、キキちゃん、はいはい、本日は、はい、まずね、はい、ハンドルを変えて、あ、もうこの事故が二度と起きないように起きないように、はい、ハンドルを変え、はい、エンジンをかける。あ、まず、はい、動くかどうかを。そうです、はい、それをやると、はい、私のやる気は盛り上がると思うんです。そうですね、はい、本当ですね。そしてね、はい、キキちゃん、ちょっとタンクね、これポンポンって横叩いてください。なんか詰まってる音しないですか。詰まってますね、はい、この詰まってる場合っていうのはもう大概、はい、ガソリンタンクはサービーサービーなんで、はいはい、これはプロップマンに持っていくと。こんなに外見綺麗なのに、そうってことですよね。はい、サービーサービーです。サービーサービー。ちょっと開けてみてもらっていいですか。なんか開かないような気がしたんだよな。あ、開きました。ああ、はい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 、わー、サービーサービー。これはサービーサービー、はい、サービーサービーね。こいつも、はい、もうサビ取り。でもこの状態でもいけるってことですよね。いけます、ね、いけます、はい、え、あ、キキちゃん、それ触っちゃいました。触っちゃいました。ああ、もうダメだ。いやいやいや、触ったぐらい大丈夫ですよ。知らないスイッチだな。いや、こういうのってね、何のためのスイッチか分かんないものがいっぱいついてるんですよね。エンジンストップ、キルスイッチ。キルスイッチなんですか、これ、はい、こっち側に後付けです。いや、だからもともとこれキルスイッチがついてないから。ああ、つけたんですね。はい、ちょっとスイッチ、これ開けてみますよ。はい、ほら、はい、何にもないですもんね。はい、だから前のオーナーさんは心配性だったんでしょう、はい、あ、すげえ、はい、そういうことか。あの素敵な奥様の弟さんですから、はいはい、あ、って言ってましたもんね、はい、素敵な心配性な方です。ああ、いいですね、はい、いいんですか。いや、いいと思います。心配性だったり綺麗好きだったりする人好きなんで。そう、僕はそうね、はい、というわけでまず菊ちゃん、はい、僕はね、はい、ハンドルから変えていきますからね、はい、もうこの事故が二度と起きないようにね。そうです、いきましょう、これは、はい、
私が、はい、まあ、このハンドルを変える中で、はい、いつも、ね、はいはい、まあ、ふざけたチョイス、はい、ふざけたチョイス、はい、ふざけた名前のハンドルをチョイスしてます、はいはい、まあ、これは私の仲のいい松永社長がね、はい、ネーミングするという、はい、その中で今回選んだ、はい、はい、来ましたね、なんだ、あ、逆になってるけど、あー、俺のハンドル、はい、これは何ですか社長と、いや面白いな、松永社長に聞いたところ、はい、俺がさ昔つけてたハンドルそっくりでさなるほど、俺っていうのは、はい、まさに社長のことなんですね、松永社長、へえ、俺のハンドル、はい、松永社長は、はい、その場の、はい、直感で全てへえ面白いな決める男ですからというわけでね、はい、じゃあやっぱりハンドルを変えないと、はい、事故のもとですから、そうですね、はい、そしたら菊ちゃん、はい、まずは、はい、タンクを外していきます、はい、これついてるの、つながってないですね、あ、つながってない、はい、ね、まず端っこのネジ取ろうか、これはあれです、あの、うん、重しになっててこれね、はい、これがあることによって、ハンドルがし、痺れないというかブレないと、へー、ビーンっていうのをこのウエイトで押さえるんですよ、へー、だからこれってただの飾りじゃないんですよ、あの2サイクルだから振動すごいじゃん、うーん、あんなが特にすごいですよね、そうなんですよ、違うの、上と下でサイズ違います、マジで、はい、ハイドに巻いてあるの、あ、昔の人はよくこれね、ちゃんとしっかりしましたから、これないよ、昔だな、マイナスのビスで止まってますね、昔ですわ、本当ですね、しかも何度もつけたり取ったりした跡がありますね、まさかのハンドルの中に、あ、これだ、これが取れたね、この、あ、支えの方が、はいはい、取れてたところでしょう、はい、そしたら俺のハンドルにスロットルだけ通しましょう、そうか、自然だよね、菊ちゃんまあね、確かにちょっとね、さっきのあったら聞くかも、で僕、これね、よくね、このヘキサゴンボルトって、はい、結構昔めちゃくちゃ流行ったんですよ、はい、だけど私は、はい、頭がぷっくりしてる純正のネジが好きなんで、あ、まあここもね、純正に変えてきますから、はい、とりあえずですね、とりあえずネジ変えてるんですね、はい、このヘキサゴンボルトはね、結構エンジン周りのボルトとかみんなこれに変えるっていうのが流行ったんですよ、へー、あ、これあれだな、川崎純正だな、これ俺前見たことあるもん、三菱のホイール、へー、マ
前ナラハン SS レストアした時、はい、このコイルだったわ。へえ、うん、あ、じゃあでも私はこういうところは全部ちょっと新品にね変えようかと思ってます。メインハーネス CDI、 そこら辺は全部新品に行こうかなと思っとるんですよ。そしたらね、ケント、はい、これね、まずプラグを外して、ああでも悪くない。さっきでもあれなんですよ、菊池さんが見つけたんですよ、プラグの替えがあそこにあるっていう。あそこのね、おお、はいはい、これ ああいう風になんか置き場所があるっていいですね。いいよね、菊ちゃんはもう収納の鬼なんで、そういうところはうるさいですもんね。もともとあんなのついてるのはね、いいなと思っちゃいますね。ね、もうそれは二十何年エンジンかけられてないんですから、はい、ね、たまにはこういうの一回潤滑させたりですね、はい、そうするといいわけですよ。これももう数的でいいですからね。反対にプラグ被らしちゃいますから、あんまり入れすぎる。オイルで一回膜張らせるみたいな。そう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 。じゃあキックね、これ下ろしていきますから。いいですか？あ、いいですね、ちゃんと。なんか動いてますね、ちゃんと。何のストレスもなく。ああ、素晴らしい。はい、そしたら次はですよ、はい、火が飛ぶかどうか。ああ、そうですね、はい、はい、これ健康診断、こういうの一個一個やっていきますから。はい、はい、そしたらつけますよ、これでつくかどうか。はい、いいですか。いいっすね。つかん、つかん。全くつかないってことは、はい、もうヒューズですね。おー、そうですね。はい。そうですね。何もついてないですね。あ、後ろついてる。え？テールランプついてます。今、あれ今何でついてる？これね、多分これでしょ。あ、ポジション、パーキング。おーおーおお。これがついてるってことは、はい、あ、お、日本が。あ、ウインカーつくな。かろうじてなんか。生きてんのかな、一応。ね。こういう場合は、もう、接点復活くんを、吹きまくりましょう。はい、ね。何もつきませんな。ヘッドライトつく。あ、つきました。あ、ついた。はい、ヘッドライトつく。つきました。ああ、ハイローなるね、ちゃんと。うん、ほら、いいでしょ。ほら、動いてますね。はい、はい、となったらメーターのインジケーターがちょっとおかしいぐらいなんで、これいけるでしょ。はい、そしたら菊ちゃん、はい、プラグを刺して、はい、火が飛ぶかチェックしましょう。はい、あ、飛んでます。これはこれはいけますね。かなり新鮮に飛んでる感じしますね。はい、はい、次、真ん中、はい、ここもそのままでいいです。そしたら違うプラグでいきましょう。はい、あー、飛んでます、飛んでます。あー、いけるね、これ。はいはいはい、はい、で、これ3つ目、飛んでます、飛んでます。行きますか。行きます、行きますね。よっしゃ、行ってます。となったら、もうエンジンはかかりんこ。お、すごい。はい、でもこれほら見て、ああスロットが固着されてるんで、はい、もう張り付いてるんですよ。あ、張り付きくん。なるほど、張り付きくん、はいはい、でこれ張り付きくんなんで、はい、もうこれヒートガンで温めて、はい、やらないとこれキャブは外れないですから、はい、じゃあまずこれパワーフィルター外して、はい、これ動くな、動くな。あ、動くってことは、はい、ね、単純に、はい、キャブの貼り付きじゃないですね。ワイヤーの貼り付きかな、もしかしたら。普通に動くもん、はい、全部動く、うん、じゃあもうこっち側の問題、うん、こっち側の問題だろう、これ。
こっち側の問題ですわ。うん、なんだからこんな動かないんだ。これはあれだな、ちょっとスロットルワイヤーちょっと新品入れたい問題ですね。そしたらここにちょっと潤滑油ぶち込んで、そしたらこれかかるんちゃいます。お、これだったらもう私はちゃんとガソリン流しますよ中に。はい、そうですね、はい、いけそうな気がしますか。はい、福ちゃん、はい、ほら動きます。わあ、一つ一つこのね改善されていくのがやっぱ嬉しいですね。そう、いけるんちゃいますもん、ね、アクセル重っ動かなかったと思う。ああ重い、これを刺していただいていいですか。これとこれ、はい、こいつです、うん、こいつとこいつ。あ、なるほど、蜜口なんでね、この子たちは。とりあえずこれぐらい刺すっていうのがあります。よいしょ、いいですか、はい、まずガソリン流しますから、はい、これでオーバーフローしたら、はい、終わりですから。はい、どうですか今のとこ。しない、そうですね、今のとこしない。ない、はい、じゃあ一回止めます。そしたらその今の蓋取って、そしたらこれはね CDI 式なんで、はい、ポイントみたいに、はい、あの調整する必要ないですから、これでキックして、はい、エンジンがかかんなければ、はい、いますね、これは。うわぁ、嬉しい。早いですね。外やろ。そうですね。これ多分、すげえ煙出ると思う。煙ですよ。はい。来たよ、これは。来ましたよ。すごい。ねえ、菊ちゃん。はい。はい。ニュートラルランプついてる。ほんとだ、引き返った。ちょっとやっぱり本当だ、通電が悪かっただけで。いきますね、はい、やっぱり動かすとかどう？本当だ。びっくりするぐらいやったんだ。全然これで問題ないぐらいなんだ。これキャブやったら絶好調ですよ。で、または今の止まり方だと CDI パンクしたから。
へえ。これめっちゃやろうな。何なんですかね、こんな急に変わる。あ、今ガソリン吹いてきた。ああ。本当だ。オーバーフロー。もうダメ。ああ、やっぱり。ほら。もう詰まってるわ。ガスが。詰まっちゃったから止まった。そうそうそう。わあ、これはやる気しかない。まあだからここで今日は終了です。次からはもうこれ長期案件でしっかり仕上げていきますので、ね。とりあえずエンジンは元気良さそうだと。ね、前のオーナーさんもなんで仕上がったら見に来たいって言ってましたね。まあそんな感じで。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。下もガソリンダダ漏れ。ああ。だから奇跡ですよ。一瞬かかってくれただけでも。はい、そうですね。よかった。よかった。いろいろ流すことによって汚れがこうね、そうね、詰まるんでしょうね。ああ。やばくないこれ。なんなんですかね。こんな変わるもんですか。ほら。本当だ。もしかしたらあれの赤いやつの威力なのかな。ああ、それもあるでしょうね。ね、だってあれってほら。この何あれによってこの摩擦によって柔らかくなるって書いてある。言ってましたね、バスカルブ威力。そう、すげえ柔らけ。CBX ですよ。